はい、どうもです、今日はねタイトル通り目をつぶってパワープロやってみたいということでね、目をつぶって、パワープロの監督試合をやってみようと思います。まあ普通のね試合はさすがに目をつぶったらできないんで、まあ監督試合で勘弁してください。でやるのはカープとどこでしょうかな、ジャイアンツでしょうかな。カープ対ジャイアンツでいきます。俺高校がいいな、俺はカープ好きなんでちょっとカープを選びました。で、まあ、高校のが松田ズームズームスタジアムでやりたいから、ジャイアンツオレンジのユニフォームにしよう。カープはなどうしよう、カープのユニフォーム何にしようかな、これにしよう、これとこれでしょう。で松田スタジアムでオーダーは、オーダー目つぶって決める。オーダーは、まあ、目つぶらんでもきっか。アドは下げてノムスケ先発いこう。で野手も、まあ、こんな感じでいっか、こんな感じでいきます。よし、じゃあこっから目つぶる、今から目つむってじゃあやります。まあ目つぶってないだろうっていうのはなししてください。まあ俺を信じてください。じゃあ俺は目つぶってやりたいと思います。じゃあ目つぶります。じゃあ試合始めよう。あと俺音だけで、音を頼りにやっていくから、音を頼りにパワープロやっていくからね。てかもう目隠ししたらよかったな、普通にずっと目つむってたらしんどいんだけど。カープの先発はエースの野村、はい、あ野上かピッチャー、あじゃあ松山で分かったな、阿部でよかったな。これ西川阿部に変えようかな、どうやって変えよう、変えれないかな、高校だよな。野村、これ始まってる、もう始まってる、あこ今からか、いつ選ぶ、ここ選ぶ、今選べるな、一個下、これ何ど真ん中投げた、打った、抜けた、あやばい、坂本ナイスバッティング、あ人打たれたか、いきなりで先制のランナーが出ました。これぐらい変だな、バンとしてくるよな、これは引っ掛けた、これは内野フライ、オッケー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 、抑えた、取りました、よし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 、ワンアウトランナーは一塁変わりません、投げました、打ちました、あれああなんで始まってる、オッケーオッケー、ナイスナイス、勝手に始まってた、おっゲッツーゲッツー、ロットぜ、いいねいいゲッツー。右の野上マウンドに上がりました。あれまだか、センター返しとかあるよ確か、センター返し、オッケーデッドボール、デッドボール、バントしよう、バントバントしよう、12下がって12バント、確かここら辺だよな、これじゃないバント、第9、1塁ランナー、あ盗塁じゃんそれ、おお盗塁決まった、ラッキー、ここでバントだ、1,2,1 ここでこれがバントか、これがバントか、ジャイアンツここはバントシフトを敷きます、オッケーオッケーオッケー、取った一塁送球、よしよしよし、バント決まった、バント決まった、1,2がバントだったよね確か、3個目が盗塁でセンター返し、長打狙い、これ長打狙いじゃなかったっけ、あー三振か、丸三振か、ここで4番は鈴木誠也、センター返し行こうか、第4球を投げました、打ちました、よし取ってアウト、ああ1点入らず、先ほどのプレーです、どこに行ったの、先ほどのプレーどんなの、先ほどプレーですじゃないんだけど、どういうプレーか説明してくれ、2回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります、阿部が守ってんだ、さあここで勝負に出ました、え俺一発勝負しちゃったここで投げました、インコース、ここで一発勝負使っちゃった、さあ4球目、何した俺、打ちました、西川ダイレクト、オッケー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 、サードランナー、第5球、あれあめ、お任せしちゃった、お任せあんま使いたくないんだよな、引っ掛けた、一塁へ送る、よしこれスタミナなくなったら、スタミナなくなったって言ってくれるかな、今何回だ、2回終わって終わった、はい2回裏、センター返し長打狙い、なんだこれ、これなんだ、右から3つ目ってなんだ、あ流すか、流せか、あゲレロ、あ引っ張れか、エルドレッドだから、これ流せか、流そう、第9投げた、初球から打ってった、抜けた、よしオッケーオッケーオッケー、1・2塁、先制のチャンスを迎えます、
西川1212これバント、ジャイアンツここはバントシフトを敷きます。よし、よし、バント決まった。送りバント成功です。で、相澤でしょ、センター返し、長打、引っ張り、流し、センター返し、この下って何なんだろう、何なんだろう、これって。監督は勝負に出ました。あれ一発勝負これまた俺わかんねえ、何したのかわかんねえ。三振じゃん、しかも一発勝負使って。ピッチャーか、代打じゃないか、代打だよなこれ、これ代打、石原、磯村、誰だこれ、上本、阿部使おう、阿部、これ阿部だよな、これ阿部だよな、ちょっとここ代打だよな、代打、え、わかんないわかんない、ちょっとキャンセルしよう、キャンセルしよう、ちょっと待って、大きな声援が飛び、あ、石原代打で使ってる、俺ミスった、俺代打石原出してる、無理じゃ打てないじゃん、ちょ代打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 、阿部ってこれじゃないの、え、プレイタイム代打123、ここら辺が阿部でしょ、これ阿部でしょ、これ阿部代打にした、 OK、わかんねえ、これ石原か、これ石原か、石原か、石原か、石原だったかな、多分これ石原かな、俺石原使ったのか、ここでピッチャー変えないとな、誰使おう、これ誰だ、いや違う、これは野手がピッチャーやろうとしてる、え、中、あ、ちゃんと中田か、ちゃんとピッチャーにしてるか、ちゃんとピッチャーが投げてるな、あれ、あー打たれた、中田レイン打たれました、長野、俺またお任せにした、ミスた、ラッキー、これ野手ピッチャーって何なんだろう、打たせて取れ、三振、外角、内角とかかな、あんまり俺監督試合ってやったことないんだよな、あ、バントか、2番はツーアウト2塁だよね、あー坂本か、敬遠しよう、2、1、2、3、敬遠じゃない、これ敬遠じゃないか、あ、申告敬遠したらいいんだ、あ、オッケー、危ねえ危ねえ、あれ今の敬遠じゃなかったのか、何だったの今の、わかんねえや、なんか抑えれた、コウスケ、セーフティー、よし、サードボールを取る、いやーとか間一発かな、間一発かな、惜しい、どうこれどうこれ、みんな俺わかんないんだけど、俺は惜しいのかな、菊池はここ引っ張ろう、じゃあ引っ張ろう、ここ長打打とう、長打、あ、ピッチャーライナー真正面、ピッチャーライナー、丸はセンター返しで、第5球投げました、低めの球、あー、丸が今日のヒットか、ちょっとピッチャー変えたいな、投手交代、これをどうやってやんだっけ、ピッチャーこと言って、タイム、投手交代で、もう下行ったら誰に行くんだ、ここ下行ったら俺は誰を選ぶんだ、選択、これってピッチャー選択したのかな、ベンチの方かな、これどっちかな、これでこれで変えたよな、違う、あれなんか戻ったな今、よしこれでいこう、ん、第
わあ、ピッチャー変えれねえ。ピッチャー変えれねえ。ちょっと待って、ピッチャー変えたいんだけど。入る？入る？あ、フェンチョクか。ピッチャー変えたい、ピッチャー変えたい。ピッチャー交代、これではベンチのメンバーを選んでんのかな。こいつだ。でこれでいいんじゃないの。あ、逆か。まず何を選ぶの。あ、わかんねえ。タイム、投手交代、そこまで覚えてんだよね。この次なんだよな。この次にここでピッチャーを選択するのか。これで中田レーンを選択して、でここで誰かに変えれるってことね。でこいつと変えます。でバツ、あれ、なんか戻った。これ連打しちゃうみたいな。これでいいのか。ここは守備を変えてくるようです。守備変わってる。俺どういう守備変えたの。あー、わかんねえ。あー、また一発勝負使っちゃった。第3球はジャストミート。やべ、ショートから一塁送球。オッケー。ピッチャー変えたい。あ、守備だっけこれ。守備か。守備、投手か。バツってなった。これで、え、これでいいのか。よし、あれ、また守備変わっちゃった。第4球を投げました。よし。守備なんかめっちゃ変わってる気がする。あれ、またお任せしてる。オッケー。ピッチャー変えたいんだよ、ピッチャー。いや、ピッチャーってあれだよな。やっぱ一番下だよね。プレイの下だよな。ちゃんと押さえたの。鈴木誠也。よし、ヒット打とう。取りました。ああ。ワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番バティスタ。今日2度目のバッターボックス。ホームラン。第9投げた。初球。ああ。ノガにボールを掴んだ。一塁へ。ピーゴロか。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番エルドレッド。これが2度目のバッターボックス。ホームラン狙おう。おっしゃ。ホームラン。入るか。ああ、フェンチョクか。よし、西川センター返し。第3球を投げた。よし、ショート、これはしない。ああ、ピッチャー変えたい。先ほどのプレー、得点圏にランナーを送り、5回の表、これからピッチャー変えたい。この回の先頭投手交代。これで次どこに行くんだろう。この下を押したら俺はどこに行くんだ。下を押さなかったらいいのか。あ、これで選んだらいいか。これでこうか。わかんねえ。何も変わってないの。ピッチャー交代、下、右、これで選択。うん、プレイ、タイム、投手交代、下行きの1回右行ったら、ここで今控え投手を見てるわけだ。で控え投手を選ぶ。でこっちに行く。1、2、3、ここら辺かな。はめる。で一番上でプレイ。もう帰れねえ、ピッチャー。もう代打で帰るしかないか。中田蓮には3イニング投げてもらおう。よし、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番長野。今日2度目のバッターボックス。あ、またお任せをしちゃった。低めボール球打った。セカンド左横のフライになりました。あ、フライか。よし、取りました。
これで2アウトランナーありません。右バッターボックスは8番小林、第1打席小林は押されるでしょ。倒れています。ストレート、よし、ナイスピッチ、ボール球で仕留めました。よし、いいね、中田蓮が3イニング投げてくれた。ピッチャー中田がわかんねえ、これキャッチャー相澤、第1打席はスイング、あ、お任せしちゃった。会心の当たり、オッケー、あー、サードゴロか、会心の当たりだけサードだったのか。阻まれました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー中田、代打、え、代打できる、なんで罰すんの。ピンチヒッターは阿部、よしよしよし、阿部代打できた。第4球を投げた、打ちました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。よし、やっと代打できた。ショートの守備に入っています。上本投げました、打った、ショート上本やってる。でもよかった、上本ショート守れるじゃん、ちゃんと上本でよかった、上本でよかった。でここで、でこうか、これでいいよね。この選択するのが怖え。で、1、2、3、4、5、6、ここら辺？違うか。え、なんでこれ？左右しかできない。いいえ。投手交代したいんだよな、俺。いいえ。投手交代、これ投手交代か、これだ、これでプレイが押したい俺は。これプレイじゃない、キャンセル押したのか俺今。でピッチャーを選択してこいつに変える。どこがプレイだ、ピッチャーを変えてきました。よし、交番マウンド上ピッチャーはジャクソン、よし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 、ジャクソン、ジャクソン、ジャクソン、オッケー、ジャクソン、オッケー、やっとちゃんとしたピッチャー出た。これは内野へのフライだ、よし、ジャクソン9イニング投げれる、これでワンアウト、やったよかった、ちゃんとジャクソンが投げてた。坂本、第5球投げました、低め、空振り三振、よし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 、いいね。ストレート、左バッターボックスには吉川、これが3度目のバッターボックス、スライダー、よし、ジャクソンいいぞ。この回は2番からの高打順で菊池か、磯村、磯村セカンド、磯村守ってるじゃねえか、磯村がセカンド守ってる。もうこれでワンアウト、打つ上本はよかったけどな、別にショートは。ここまで2三振といいところがマルス、2三振かホームラン取るぜ。勝負に出ました、あれまた俺一球入魂みたいなの使った、外のボール球、ああ取りました、ああ、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番鈴木、今日はセカンドライナーとセカンドフライ、投げました、高めボール球打った、あー、ボール球振っちゃいけねえな、アウト、スリーアウトチェンジ、カープ三者凡退に倒れました。ゲームはこれから終盤に入ります。そのままもうジャクソン投げてもらうしかねえ、ピッチャーの変え方がわかんねえ俺は。打ちました、これはいい当たり、破った、いやー、やめてくれ。ゲレーロ、ナイスバッティングです。ツーベース、さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ノーアウトどこ、4番阿部、今日はどこに行ったの今ノーアウトで。次の球がラストボール、打った、流し打ち、西川下がっていった、レフト前ヒット、あー、レフト前ヒット、ボールは中継、今どういう状況、どういう状況、いいバッティングを見せました、あ、おまかしちゃった、投げました、打った、痛烈な当たり、痛烈な当たり、ショート右の当たり、二塁フォースアウト、ゲッツー、ピンチ、お、ピンチだけど、ツーアウト三塁か今、これでいいや。第2球投げた、あ、やば、あー、あー、1点取られた、ピッチャー変えたい、これで多分ピッチャー選択してるわけですよ。え、若
かんねえ、わかんねえ。もう何してんの俺今。縦しか選べてない。横はいけないってこと。あ、横いけるか。これってことはこっちが多分今ピッチャーの方か。これで、で、これ左行ったら、左行けない。縦しか行けない。あ、どれだ、これどれだ。これミスったらもしかしたらピッチャーに、野手にピッチャー入れちゃうかな、さんの。これで、こうだ。これ、OK。あれ？なんでプープーってなんの？なんでプープーってなんの？もうやめよう、全部やめよう。もうわかんねえ。安全に行こう、安全に。打ちました、抜けた。あー、打たれてる。これ絶対ジャクソン変えた方がいいって。ナイスバッティングです。ライダーはマギ。ジャクソンピンチの場面でどういう、ジャクソン絶対もうスタミナないってこれ。次は5球目、投げた、三振。おー、危ねえ。この回ちょバッタ回そう、回そう、ちゃんと。さあ、7回の裏、カ・ラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは5番か、5、6、7、あ、9まで回してくれ。アウトコース低め、9まで回してくれ。第6球を、あ、え、ジャクソンでやったら、これ今ピッチャー6番にジャクソンがいる。6番にジャクソンいなかった今。6番にジャクソンいたよな今。あ、ミスター変えたらよかった。もったいねえ、ピッチャーの変え方わかんねえ。ピッチャー変えるね。投手、え、ピッチャーの変え方マジで分からん。どうやってピッチャー変えんの。これでいい。何してんの俺今。何変えた、何変えた俺今。じゃあピッチャーを変えたいんだって俺は。第9初球出てた、一塁送球アウト。俺ピッチャーを変えたいんだ。セカンド正面、これでワンアウト、ランナーはありません。打順をトップに返って坂本、今日はここまで3打数1安打1三振。え、あー、わからん。もうイライラする。もうジャクソン投げてくれ。もうタラバ、もうジャクソンずっと投げてくれ。もうジャクソンが投げてくれるしかねえ。何これ、何これ。あー、また一発構成使ったな、これ。よし、あぶねえ。さあ、ここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは相澤、今日は三振とサードゴロ。さあ、試合の行方を左右する場面。あ、またそれ使った人。また使っちゃった。セカンドの頭上をフラフラっと上がっている。超える、落下点に入って、超えないか。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番阿部。阿部がちゃんとファースト、あ、ちゃんとファースト阿部持ってるんだ、偉いな。ちゃんと守れるとこじゃん、阿部。阿部は代打で入ってそのままファーストに守ったのか。で、ジャクソン変えたのか。下鶴下鶴がショート持ってる。あー、今1対0で負けてるよな。ピッチャー変えたいんだよな。最終回か、もう最終回。ピッチャー変えたい。何も変わってない、何も変わってないのか。打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、届いた。いやー、でもバテてるもんな、ジャクソン。左バッター
番阿部変えよう。投手交代した下下下で、これでピッチャー控えのピッチャーを選択している。でこの状態で、この状態で丸を押すだけで変えれないのかな。左か行かない、一回左行かないといけないのかな。左行って押す。え、何これ。じゃあここで今ジャクソンを今掴んでるのか。でこれで誰かを選ぶのか、ピッチャーを選ぶ。で上、あーキャンセル押した。今俺今これ選んでる、ジャクソン選んでる。そして下にこれで交代する。よしよし、ピッチャー変わった。変わってないんかい。ちょピッチャー変えれねえ本当にピッチャー、ちょ抑えてくれジャクソン、頼む頼む。記録はヒットになる。バッターは5番岡本。ヒットか。ここまで3打数ノーヒット。内角高め。よしよし。空振り三振。ジャクソン。もうジャクソン頼む。ここまで3打数1安打投げました。これは引っ掛けた。よし。ライトからセカンド。二塁はセーフ。ライト？引っ掛けたってライトまで行ったの？ライトからセカンドってどういうこと？ライトゴロ。さあここで監督は勝負に出ます。お、一発勝負。第2球。投げました。打ちました、いい当たり。ライナーだ。レフト前クリーンヒット。あーもう抑えれねえ。ジャクソンがちょうどいいバッティングを見せました。カープなおもピンチが続きます。打ちました。これは犠牲フライになるか。あー犠牲フライか。川のライトへの犠牲フライ。あー2点いられた。さらに1点追加。さあ4球目。三振。よし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 、なんとか抑えて、あとは点取るだけだ。任しとけ。よしよし行くぞ。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは磯村。ここで磯村代打。え、ブブーってなった。よし、あれ代打してない代打できれ。あーバッターは3番丸。今日4番丸いけ。投げた、打ちました。あー坂本悩んだ。ショートから1塁送球アウト。ここは意地を見せてほしい。バッターは4番鈴木。カープ最後のバッターになるのか。頼むぞ鈴木誠也。投げた、内角。うわー負けた。ボール球に手が出てしまう。あーボール球振ったか。うわー負けちゃった。 2-0 か。でも目つぶって降りりゃ結構前線しなかった。じゃあ今から目開けます。はい目開けた。あ 3-0 だった、全然 2-0 じゃなかった。どんな感じだったか全然分かってないんだけどな俺。じゃあ後で動画で見よう、どんな感じだったのか。野上が完封してる。3安打完封勝利されてる野上に。俺どんなことをしてたんだろう。あ見てみるこれ。敗戦投手はジャクソン。今日のゲームは残念な結果となりました。気持ちを切り替えて次のゲームに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫です。センター返し、センター返し、ファー、デッドボール、盗塁、送りバントして、ここだよな、ここがいけたらな。そら守備とか変えてたよな。あそこ丸、ここで丸が三振しなかったらな、勝ったかもしれないな。そうそうそう。あーこれもったいなかった。あー惜しいなこれ、惜しい。2回野上相沢を三振。あそうだ、代打石原だったんだよな。代打代打阿部送ろうと思って代打石原になったんだよな。ツーアウト二塁で、おおすげえ、めっちゃ危ないじゃん、頑張ったな。え4回、おお危ない危ない。ツーアウト二塁で中田岡本をライナーに打つ。4回裏西川内野ゴロ。あこれもチャンスだったんだ、惜しかったな。ああそうこれ打たれたのか。ああそうかそうか、ツアーツ3塁やったな。これここ押さえてたらな。あゲローでホームラン打たれたのか。うわすげえ、めっちゃ飛んでるじゃん。ああで犠牲フライ打たれて、ジャクソンがライト持ってんだけど、どういうこと。で最後丸が三振と。最後じゃないか、これまた戻ってきたのか。
これどんな交代したんだろう、自分でも分かんないんだよな。磯村をショートで上本を、あ、じゃあ磯村をセカンドで使ったのを覚えてる。ショート上本がもうその後ショート下鶴が入ってる。で菊池の代わりに磯村がセカンド入ってる。でバティスタと鈴木誠也の守備位置を変えてる。でエルトレットのとこにジャクソンが入ったのか。で、サードにファーストに阿部が入ったのか。代打送ってで信介に最初代打石原送って中田がピッチャーか。で西川に変えてサードに今村を送っている俺はなぜか2回3回ジャクソンが4イニング投げてるからな。ノムスケ変えなくてよかったな。ノムスケ変えたのがミスだったわ。よしじゃあ、終わりです。みんなはあの目開けてパワープルやりましょう。それでは見てください皆さん。ありがとうございました。バイバイ。